はい、皆さん、こんにちは、マーティン、ダーのミラクルボーイ、キングタクです。それでは行きます。キングタクのベイビーガイ！ということで、ドリルレイアウトについて、いろいろは教えますが、今回はドリルレイアウトと、まあ、デュアルアングルレイアウトについていろいろあります。ある YouTuber で情報発信する、プロボーラーが YouTuber で情報発信する時代にもなったんです。はい。もう、最先端です。はい。例えば30°×41°×40°でもドリルしたようなそういう呪文が、はい、あるのが、まあ、レイアウトの数字なんです。はい。そもそも何でしょうか。ボーリングの棒には複雑な形のコアが内蔵されているんです。それはわかりますよね。はい。では、本題に入ります。デュアングルレイアウトについては、まあ、プロボーラーやベテランボーラーの中にはレイアウトを重要視し、大変熱心に学んでいる方もいるんですが、大前提としてボールの動きにおける影響力に関しては、カバーストックやコアに比べると非常に微々たるものでございます。その点についてはご承知の上参考にしてほしいです。はい。まあ、角度ですね。はい。いろいろあって、マスバイアル角とかコアアクシス、VAL、アングルシードとあるんです。はい。ちょっと40°×4.1/4.2/1インチ×30°。右投げボーラーの場合、PAP が右に5インチ、上に1/8インチの時、はい。ピンをマスバイアスを結ぶ線を引きます。ピンを起点に MB 角を設定。MB 角方向に CA の線を引きます。PAP を基準に、VAL 角を設定、そして VAL 角の線を引きます。そして PAP から逆算してクリップラインの中心に向かう線を引いて、それから出来上がりです。これはもう将棋の方程式と言っていいでしょう。はい。ブラボー。というわけで今回は、デュアルアングルレイアウトについてでした。それじゃあさよなら、バイバイ。